柳瀬ダムは、愛媛県四国中央資金社長、小川山地先、吉野川水系道山川に建設されたダムである。また、このダムによってせき止められた、人造庫を金社湖という、金社湖県立自然公園に属する。瀬戸内海気候である、愛媛県馬地域は、温暖消雨のため慢性的な水不足をこむりやすく、安定した水供給の確保は、 喫緊の課題であった。安政2年、馬群の昭野連合は、今治藩三島大官所に、同山川疎水事業の申請を提出した。これが、同山川分水構想の発端であり、1924年には、同山川疎水事業規制同盟会が結成され、分水の実現は、馬地域の悲願となった。愛媛県は1928年に考え、 発電を目的とした柳瀬ダム計画を発表し、鳳凰山脈を貫く分水計画を立ち上げたが、下流の徳島県が水利権を盾に猛然と反対した。計画は頓挫しかけるが、内務省の調停により発電事業を放棄し、考えのみでの分水として計画を縮小することで徳島県と合意した。だが、軍需省が発電事業の追加を求め混乱。 終戦を迎えた。戦後内務省は、洪水調節を付加した多目的ダムとして、計画修正を愛媛県に要請。これを受けて1948年より建設省に施行を委託する形で建設は開始された。途中、JN 台風によって工事は中断するが1953年に完成。この間1950年には、 同山川分水の仮通水が行われ、悲願の分水が実現することとなった。ダムの形式は、重力式、コンクリートダムで高さは55.5メートル、洪水調節、灌溉、上水道、工業用水、発電が目的である。なお、徳島県との合意事項として、同山川下流への一定量の河川、維持用水放流を義務付けたが、この責任放流は、 サメウラダム管制による愛媛分水事業分担により義務が廃止された。ダム湖は金社湖と命名されたが、これは1300年以上前の高徳天皇の時代に、この付近の道山川で砂金を採取していたことに由来する。金社湖は道山川分水の水源として、馬地域の水がとなったが、馬地域の悲願の陰で柳瀬集落160戸の住宅と169、 ヘクタールの農地が水没した。ダムは愛媛県管理から建設省に管理が移譲され、現在に至る。同山川分水は愛媛分水と名を変え、この後水源のさらなる確保のために1975年下流にシングルダムが2000年には上流に富里ダムが建設された。また、新居浜地域のコンビナートに工業用水と電力を供給するため、 最上流部には、住友グループの系列である、住友共同電力株式会社によって、別紙ダムが建設されている。金車湖水波峰より、金車湖では、過去に日本最大のブラックバスが釣れたことで、全国的に有名で、バス釣りの全国大会も開催されている。上流側には、金車湖半公園も整備されていて、レジャーの拠点となっている。ありがとうございます。